はいどうも、ナビチャンネルの選手さんです。おはようございます。本日はとってもいい天気、晴天なる日がです。はい、おはようございます。金一さん、ちょっとやめてもらっていいですか。うるせえこの野郎。おはよう。おはよう。あ、おはようって言った。おはよう。おはようって。おはようじゃん。昨日な、金と二人だけの忘年会知ったんだな。え、やっぱ飲みすぎちゃったよ俺は。飲みすぎたんですか。金一さんが近くにいてくると安心して飲みすぎちゃうよ俺、ハンドルキーパーえ、おめのせいだぞおめおめのせいだぞ。2人だけの忘年会楽しんでまいりました。はい、私、はい、気合が悪いですね。朝から仕事入ってるのはね、今日もな、はい、え、今日はライト磨きだなこれ、はい、なんか見たことある車だなこれ。え、俺の先輩の車だよこれえ、俺の先輩の車だよこれえ、外巻いてきちゃったこの車ライト磨き、はい、しゃべんねえで帰ったのか。え、しゃべんねえで、あ、いや、ちょっとしゃべって、ちょっとしゃべって、はい、きれいにやっとけっていなくなった。はい、ちょっと限界まで磨きます。そうか、相手が手を磨かせよ。あくまでやったら浮かなくてできません。元気のいい先輩だからな、はい、元気な、はい、元気があれば何でもできるさ。はい、まあ、ケイチ…ほんとすよね。朝から面白かったな。へぇ、まあ、ケイチ磨け。え、俺は具合悪いから店の準備しなきゃ。いや、自分で準備してください。ああ、それ、はい、ケンのせいで具合悪いな。さあ、とりあえずケイちゃんね、はい、ライト磨きの仕事入って、本日はライト磨きをするようです。最近な、ピースの移転だなんだっていろいろやって、こっちこねかったからな。すげえ、すげえ忙しかったもんめな、うん、だから金ちゃんロスになってたろ俺は。よ、あ、よく、え、忘れてましたね。何、ナビちゃん、俺のこと忘れてた。え、だよね。はい、え、なんだ、ね、なんかしたのが痛いなんて。え、何、一緒に痛い。いや、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 まあ、とりあえず朝からね、ちょっと金ちゃん変わったんで、私も心置きなく自分の仕事に戻れます。じゃあ私仕事に戻ります。じゃあ金ちゃんも頑張ってやっててください。ロレスが回りやすい。はい、じゃあまた待て。何、あ、飲みすぎちゃった。頭いて、よー、じゃあね、はい、金ちゃん今店の準備あらからしてきたんだけど、金に俺報告があんだ。あ、ちょっと立ってみろ、キレのいいところ立ってみろ、俺の車見てみろ、なんか変じゃね。いや、特に何も。え、特に何も。いや、変だべ、ん、変だべ、俺の車なんか変だべ。え、そんなんすか。昨日走ってたっけよ、ここぶっ飛んでってよ。パカ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 してたべ、飛んでっちゃった。ロビンマスク見てたっちゃダメ。かっこいいじゃないですか。筋肉までこれ3本線のロビンマスク。おお、やばくね。武骨な車だ、マッドマックスみたいになっちゃった。ボネット外せばいいんじゃないですか。え、いや、ボネット外したら負けてみよう、おめえ。葉っぱ入った、葉っぱ、え、葉っぱ。でもエンジン冷えるにはちょうどいいんだよ。なんか、なんかやべえな、武骨な車になっちゃったわ。どうだ、かっこいいね。ダンボールでくっつけてみますか。え、ダンボールで。いや、ここ、あの、マスキングテープやってよ、うん、あの、塗って塗って。銀色っぽいので。一回あのなんだマスキング、何、ピザ、ピザ。あ、先輩ちょっと聞かない。何、何、あの人はだってあのバンキーじゃねえべ。バンキーじゃないですか。ピザいない人は。違う、いいアイデアを、いいアイデアを作ってくれるはずだけど。年末やったらまた嫌いから、また来るかな、年末まで。あ、でも飛びそうだったからだ、ここな。こっち側のピン、こっちなんだな。ここにあの100均 の、うん、あの LED あるんじゃないですか、うん、あれ買ってきてくっつけて、ここにポンポンポンって水晶が通していって、ああ、でこう光らせればいい。大丈夫だかそれ。え、アルデコ。アルデコトラじゃなくて、アルデコ、アルデコ、アルファードデコ、アルファードデコレーション。いいな、アルデコ。じゃあやっとけよ。で、この辺にネオン管でアイオンを、あの、紛らえるネオン管売ってっから今な、アイオンをってやって、ここくり抜いて、うん、タケちゃん。いやいやいや、それはいいです。いいです。うん。ただおめえこれねえな。まだ部品探してこてかかんねえな。あ、いいか、このままで。限界っすよな。なあ、いいか。でも。なんだ。
うちのゆうたくんがこの車思い出いっぱいあるんだって騒いでいくからよ。まあ、なんとか考えてくれ。え、整備担当、金一くん。あ、俺宅急便した、宅急便。いいんじゃないですか。何がいいんじゃない。あれ、何あ、不明文さん、不明文さんにじゃあ部品なんとかしろって言ってくれ、今度来たらな。不明文さん読んでな。とりあえず宅急便来たんで、金ちゃんかまってられなくなったんで店に戻る。よし、じゃあ金ちゃんもういいや、仕事しろ。よー、じゃね、はい、今宅急便品物届いてお金払ってきました。着払いでした、金ちゃん。金さんね、これペーパー、耐水ペーパーな、バンって開けながらな、洗いのからどん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 細かくしてるんだけど、うん、あ、またこれ今洗いのでやったとこだな。これだけ見て本当に何回見ても思うけどよ、答弁なのかと思っちゃうよな。あ、これか。あ、これ答弁なのかなって心配になるって、うん、答弁ですね。いや、ぶっ飛ばせっておめえ。濡れてる時はいいなんだけど、こう乾くとな、真っ白キッキになっちゃうからな、ほんと不安なんだよ。だけど不思議なことに、ちゃんと細かい糸で磨くとトロッとなんだよな。不思議だよな、ケンちゃん。え、不思議だな。え、不思議だ。え、今倒れて座っていたんだ。白いどこだ、糸見るのによ。だけど塗っちゃったな、透明っぽいよな、ちょっと。まあ、濡れてると、濡れてると、まあ、うん、濡れてると、あ、このね、濡れてると磨き傷をこうやって細かいのどん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 消してって、結構これ手間がかかるんですよ。全部手作業なんで、まあ、金さんに任せておけば大丈夫でございます。はい、じゃあ頑張れ頑張れ金ちゃん。また酒脱げねえところね。酒脱げねえ、あなたが胸上げしてきちゃったよね。年だな、年だ。はい、皆様も飲みすぎ注意ということです。ちなみに、じゃあ金ちゃん、これ今度何番で磨いてんだ。忘れたっす。細かいのだな。600番、2000番。600じゃ食べたら荒すぎる。洗いちゃいます。洗いちゃいな。これ最後2000番くらいで終わるのか。2500グレーまで開けんの。3000番まで行くの。金ちゃんやるな、3000番まで行くのか。腕パンプして、パンプアップだ。いや、いい、まあ、だいぶ透明度は出てきたけどな。これまだだな。透明は綺麗、透明は綺麗だったけどな。まあ、これがな、1000番、2000番、3000番だと全然違うからな。磨かないと、まあ、一生懸命な、うん、俺の先輩に溺れっかんな、ちゃんとやんないとな。え、金次さんとやったのかって言うかな。竹ちゃんがやっとっすって。いや、お前嘘つくな、動画に収めてった、お前。動画に収めてった、竹ちゃんが邪魔して手元が狂いました。これ一箇所だけこうバーッと磨いて穴開けたらいいんじゃない、お前。うん、一箇所だけゴーッと磨いたら。なんだ、何言葉に詰まってんだ、お前。今俺の先輩の顔がおめえ頭によぎったべ。本当にやられちゃうと思ったべ、今。沈められちゃう。嘘です。それはできないじゃん。開けろな。最高、最高母性先輩だけどな。やべえよな、最高母性だな。ふざけてる、いつもな。とりあえずひねじになってなってきたから、これひび。あと最後コーティングかけるんだべ、これ。コーティングかけますな。ねえな、これ磨いただけじゃどうしてもな、すぐにあれしちゃうから。ああ、だいぶ進んできたからいいべ。え、だいぶ進んできたからいいべ。進んできた、あの透明度が進んできたから。ああ、うちの金ちゃん妥協しねえからな。もう言いつってんのに、いつまでも磨いていかんのかな。あ、これはできないんですか。なに、これはこれはできんの。嫌いじゃないから。お客さん、レビューはもうできないですよ。何？出店は。何？え？やっとも役とかがもう引退。あ、じゃあ、で、あ、出店ができないって？出店がね。もう引退なんかさせねえぞ。え？引退なんかさせねえ。あとはもう回ってる。何？じゃあおめえ渡辺だな、今度な。
お客さん来たから仕事戻るの。はい、じゃあ金ちゃん頑張ったら、お客さん来たんで私仕事に行ってきます。はい、おー、それで金ちゃん頑張ったら、はい、久美ちゃん先生来ました。どうも久美ちゃん、久美さんどうも、はい、うちの始発前のラーメン。今ね来たところなんですけど、俺のラーメン、そう、俺のラーメン、これね、あの武士系のラーメンだったね。そうだね、うん、やべ、車じゃなくてラーメンの解説なんだ。こっち担当じゃないからね。ラーメンってそうだね、うん、遊びに来たの。そう、遊びにね、お昼食べに来ましたよ。まあ、新商品、うん、はい、これ食べてみてください。いただきます。はいはい、お金をもらうけどね。食べづらいな。そうね、いつも車いじくってきたの。そう、ああうまい、うん、ああ、あ、武士がガツンってきますね、これ、ね、あんな難しいこと言わなくていい。伝わんないから、中央さんが食レポしても。はい、で、ちょっとあのお休み利用してご飯食べに来てくれました。いつもありがとうゆっくり食べに来てくれました。最近これね、俺のラーメンって俺勝手にあのメニュー会で出したんだけど、結構リピートいいんだよね。そう、食べに来るけど、あ、でしょ、美味しいね、これね、悪くないでしょ。リピートいます。まあ、また食べてください。ただ麺がだいぶ多いんで。あ、多いでしょ。ね、多いね、やたら多いね。多いでしょ。いいんじゃない。うん、ね、多分300ぐらい入ってきたら、お腹いっぱいになりますので。まあ、ゆっくりご賞味あれ。はい。はい、ふびうもんさんでした。はい。よー、じゃあね、けんちゃんね、ペーパーで磨いたのね、今仕上げたね、これ。ペーパーである程度ね、この小傷から何柄落として、その後に、よいしょ、決まって、全集中してたの。この機械で焼き起こさないようにゆっくりゆっくりね、練習中で磨いたら、これやっただけでも透明度がガーンともう3段階で上がっちゃうんで、真剣なもんです。あんま食べたら怒れてるな。まあ、今ふみえもさん頑張ってきたしな。とりあえずきんちゃんも頑張ってやったりやさ、すごい綺麗だったもんね。もともとがね、結構ぶりぶりひどかったんで、これわかっかな、結構汚くなってるんだよね。これがね、ピカピカになると思うんで、ああ、はい、もう一息でございます。これ一個一個やないからだから結構時間かかるんだよね。はい、あ、よー、今金ちゃんとこいたらね、あ、金ちゃん、うちのゆうたくんがなんか金ちゃんにプレゼントなんだっけ。いつもお世話になってるから、これな、ゆうた、金ちゃんにプレゼント買ってきたな。ねえねえ、金ちゃん、これ赤から一つ選んで。おはようございます、ゆうたくん。あ、おはようございます。おはようございます。赤から一つ選んで。じゃあこれで。ちょっとね、それ俺で。おめえ、初めからだったらおめえ選んでいいやつ、おめえやったらいいべ、おめえ。ちょっとダメだぞ言うなよ、おめえ。これ。いや、これはママが伸びてる。すが、すが。全部ハングリーだから。ただそれやりてえだけど、これ。これで。あ、これパパが伸びてるやつ。やもういいやってよ。もういいや。おい、結局は緊張にお土産ねえのか。こいつ。こいつ、ね、あ、ちゃんとあんのな。これもあげるよ。なんか、ゆうたくんなりにいろいろ考えてたやつですね、これ。あ、初めからじゃあそっち持ってくんだよ。破れた、最悪。破れた、緊張にあげてもらえ。緊張にあげてって。はい、一つだけ。あ、破けた。言うてあげても切ってあげてもいいじゃん、破れてもいいじゃねえの。ダメ、硬くて、あ、取れる、はい、あ、片方だけ、ああ、こっち開いてるじゃん。取れっか、うまくないもんな。金ちゃん、買ったねえのか、買った、あ、俺は買った持ってっと。じゃあ最初から出せよ。俺肩持ってたけど、やぶけてから、それでもやぶけて。なんでだ。ダメダメじゃねえか、肩あるって言ってんだ。肩あるって、あら、あ、ダメ、うん、いいか、うん、えい、だいぶ寒くなった。どれどれ、お、なんだこれ。それが金ちゃんに本当のプレゼントだったの、うん、え、なんで開けるの。一つ選んで。ひどいな。これさ、全部あげるとは言ってないから。あ、ありがとうね、これ。ゆうたくん、ありがとう。あげるけど。ちょっと相手に言わせましょうか。いや、相手ない。ただ、びっくりしたんだね。何も言わせて、あげやがったな、こいつ。はい。それ負けんな。あ、でもこ
お茶だよ。あ、あと味あるの。え、いや、それはお茶だから味はいろんな味あるの。あ、そっか、紅茶とかあるんだけど、何がいいやって、どれがいいやって。じゃあ一つあげるの、ケンちゃんに。そうだよね。じゃあ、金魚。お、いいね。玄米茶。玄米茶がいいじゃん。いいね。お前それふんな、おめえ。ふんな、今の振り方ひよいだったの。ふんだったの。じゃあ、ゆうた、ありがとうね、ケンちゃんに。ああ、キンちゃん頑張って仕事してって。どうした？まだなんかあんの？こいつに行って。ああ、持ってるの大変です。ああ、そう。これ20円だから。ああ、メルカリで売っては10円になる。ああ、メルカリで売っては10円になるやつ。袋代20円だったやつ。よかったな。ありがとう、言ってくれ。ああ、キンちゃんに買ってきたんだもんな。ああ、やった。じゃあキンちゃん仕事に戻っていい？うん。オッケー。じゃあ。それしたかっただけで、はい、以上ゆうたくんタイムでございました。仕事に戻ってよし。よー、じゃあね、今度ね、バグの頭変えてね、仕上げだな、これ仕上げだね、それ仕上げな、だいぶ違うね、やっぱりな、仕上げとな、もう仕上げしたら、ね、うん、これが仕上げで磨いて、こっちまでの濁りがこれでやっとこう本当の透明になるんで、すげえ綺麗になったな。これがもともとがこんな感じで濁ってるんで、 こんな濁ってる感じのやつが、眩しくだな、濁ってるの分かったな、が、はい、ケイちゃんが一生懸命見たけど、こんな感じに綺麗になりますね。あとは仕上げ終わったら、これコート材の仕上げだな、今度の。はい、とってもいい仕上がりだと思います。あとは、まあ、こんな仕事もケンちゃんやってるんで、何がご依頼ありましたらぜひ皆様どしどし来てください。ケンちゃんが行っときはやってくれます。いない時多いんだ最近な、はい、あ、忙しくて、あの、やりたい方はケンちゃんに電話ください。これ仕事に戻っからよ。はい、今日は文右衛門さん撮ったし、ゆうた撮ったし、あ、いいな。あ、そういうことでケンちゃんのお仕事こんな感じでね、いい感じにいってるんで、はい、皆様応援よろしくお願いします。よし、じゃあまた皆様会いましょう。どうぞチャンネル登録よろしくね、バイバイ。じゃあ頑張ってね。はい。